はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は8月23日日曜日、時刻の方は9時31分です。メルンテクテテテテビー。はい、そんなわけでね、本日一発目の動画はね、視聴者さんのコメント、視聴者投稿からね、ちょっと拾ってみたいと思います。こぬさんね、さっきチェックしました、っていうか元の肌が綺麗すぎ笑って感じで、これ何のコメントかなっていうと、昨日ね、これこれなんだろう、こうしてやるやつね、1対8役のやつ、これをちょっと紹介したんだね、いただいたんでね。でこれなんでいただいたのっていうと、足のマットがあってね、EMS スタイルマットってやつかな。でそれを紹介することになってね。で無料でいいんですかって言うからね、いやもう無料でいいですよってね、お値段いらないですよってことで、制作しますよってことで、ただ無料なんで、おじいのやり方なんだよね、まあいろんな足こうしてとかね、そういうのは面倒だから有料になるけどもね、まあお任せいただければ無料で作りますよって感じでね、まあ本当物だけ、サンプル品だけ提供いただければね、自分のスタイルで普通に作りますよってことでね、またね、いや本当はありがたいですっていうことでね、本当にいいですかっていうか、ね、いや本当にいいですよってね、他もみんな同じですからって言って、でそしたら本当ね、なんか好きなものなんか4個くらいあって、なんか商品番号なんかくれて、でこの中で好きなものをね、じゃあお礼で1点一緒にプレゼントしたいですっていうかね、本当ありがとうございましたって。でおじい、これお肌ね、よく配信してるとなんか汚くなってきたなとかね、ね、あれゴミかなと思ったらね、なんかほこりだったとかね、こんなとこにできたのとかね、最近ここら辺にもできたりとかね、あるんだよ、今までなかったのに、おかしいなーっつってね。でね、ほうれい線がこう気になってみたりとかね、だからちょっとこういうの、これが一番なんかこう今の自分に気になってるものをね、いいかなと思ってね、今こう充電しても一晩経ったから、まあ、充電終わってると思うんだけど、で、まあ、これをいただいたんで、まあ、せっかくなんでこういったものもありますよってことで昨日動画作ったんでね、まあ、特に案件とか紹介とかではなくてね、自分が好きでやってる YouTuber だからね、でカッ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 ってやったらね、元の肌が切れすぎっていうからね元気なおじいのチャンネル、過去にさ、おじいの洗顔っていうね、なんかこういろんなライブ配信でやってるようなさ、なんかああいうやつ動画アップしてたんだよ。でそのおじいが洗顔してる時のとこで、洗顔に関しておじいずっと喋ってるんだよね。よくライブ配信やってる時もライブ配信でずっと洗顔の話してたんだけど、 YouTube にも動画何本か作って残してたんだけども、ないんだよ。でおじい3000本ぐらい動画全部ほら処分しちゃったじゃん、去年と今年でね、古い動画とかあんまり需要がないものとかね、過去のレンタル Wi-Fi の動画とかね、昔のね、ライブ配信やってた頃のあの時に撮ってたやつが、もう画質も悪いし、ライトも使ってないから暗いし、もう見るに耐えられないよね。だからもうどんどん処分したっていうのがね、まあ今思うとね、やっぱ撮ってた方が良かったかなって思うけども、もう見返したらなかったんだよ。なので、まあ、この動画でね、ちょっとこのコーヌーさんにコメント返信したいなと思って動画を作ってます、ね。まあ、おじいもともとね、おじい何の YouTuber なのっていうと、おじいガジェット系の YouTuber でも何でもないんだよね、雑談 YouTuber なんだよね。おじいはライバーっていうね、なんだろう、ネットの、ライブ配信専門の芸能事務所に所属しているタレントさんです、ね。でその所属してタレント活動は何もしてないんだけども、一応オファーはね、いただいてます、よくね、つい今年もね、東京12チャンネルのね、まあ、とある芸能人の番組にね、こんなところに優先的に出ますかって言うか、いやちょっと今いいっすよって感じで、もうちょっと YouTube でね、
もうちょっと成功してからにして恥ずかしいじゃん、逆にしてね。あのこう上げるために事務所は一生懸命こういろんなチャンスをくれるんだけどもね、今大変じゃん、今あの親の面倒とにかくあのね、あと私はもうあの残された時間がわずかしかないので、1分1秒大切にね、面倒見たいのでね、今それにあの全部神経注いでますね。でまあコロナの影響もあってね、この YouTube もまあ自分のこうなんていうかな、こう努力の足りないのもあるけども、やっぱコロナの影響も大きいよ。広告つかないとか、あのいろんななんていうかな、こう物がないとかね、はい、製造できない、入ってこないとか、感覚空いて、影響はものすごい大きいよやっぱりね。でぶっちゃけ YouTube の収益がほとんどもうないに等しくなってきた。まあこれはもう見てるみんなわかるよね。おじいの再生回数とかね、チャンネル登録が全然増えてないから、もうこれ見ればもう一目瞭然ね、もう高校生のお小遣いもないぐらいまでね、怒ってしまいました。まあほとんど収益がないね、なんでいや困ったなってね。でそこのシャブ的収入のものがほとんどないね、モナ Wi-Fi も静か、レンタル Wi-Fi 系の紹介するものもないってことでね、まあ、あのおじいは今どっちかというと配信者よりも視聴者側の方に回っていろんな人巡回してみたりとかね。あと最近あのテレビがね面白くて、あの唯一3つね、あのなんだっけ、あの長野芽郁ちゃんが出てるやつね、あの大学のね、あのなんだっけ、あの面白い人ね、あの親子で大学入ったってね、あれとあの倍返しだと、あとなんだっけな、もう一個誰が出てたかな、もう一個楽しみなやつだったんで、ああもう出てこないね、出てこないんだけど、いつも見てるドラマがあってね、最近ねずっともう何年間もテレビとかドラマとかね、もうそういったものもあんまりね、あの朝特ダネとかね、ミヤネ屋とかも楽しみだったけど、ライブ配信やってる時はそれを見てたんだけど、 YouTube 集中してから見なくなっちゃってね、本当ね。なのでね、まあ、このとこまったりで、一昨日はあのジャストコーズ4ね、やっとオープニングからあのちょっと最初遊んでね、うん、もう買って何ヶ月経ったらね、半年ぐらいは経ってるよね、あのメルカリで落札してね、あのこれ遊びたかったんだっつって、で発売直後に買うとあの高いっつってね、で、まあ、ちょっと中古になってから買うとね、まあ、新品で買ったら8000円ぐらいなんかそれぐらいするじゃんね、だせめてあの半分ぐらいになったら買おうと思ったら、ね、確か4000台ぐらいで買えたと思うんだけど、ね、昨日も今日もなんかねすごい騒がしいんだよ、なんか救急車とかなんかううっていうの、ね、昨日今日すごい多いんだよ。昨日もなんか一日中朝から夕方までね、結構何台もダーって通ったりとか多いんだよ、なんだろうね。まあいいや、あまあそんなこんなでね、何言ったか忘れちゃったけども、っていうかね、元の肌が綺麗すぎっていうね、このコメント見てね、あの受けたで、あの肌が綺麗って言われてね、まあ悪い気はしないよね。で過去にライブ配信やってる時とか、あの洗顔の動画作ってる時に、確かにね、あの言われたことあるんだよ、おじい結構肌綺麗だねって言われたことがあるんだよ。でおじいはね、あの生まれつきではないんだけども、10歳の時にあのアトピーになりました、ね、でアトピー性皮膚炎で、もうその、まあ、よく皆さんにもね汚い肌無視したけど、蚊に刺されて描いたらもう一生消えないです、本当。クラッてやってもすぐにダーってなるし、汗かいてあのそのままにしてくともブワーッとなるし、ホコリとか、とにかくもう反応がすごいです、おじいは。人一倍。で、この間もね、テントの撮影に、どれぐらいかな、1時間か2時間ぐらい、河原行ったんだよね。で、テントの撮影やって、ね、そこでご飯食べて、冷やしラーメン食べて、で、帰ってきたんだけども、もう、低温やけど、真っ赤なんでね、肌がめちゃめちゃ弱いんです、おじいね。それで、肌がとにかく子供の頃からアトピーなんで、すごいガサガサしたりとかね、肌がすごい汚くて、もうなんかこうモンスターみたいな感じで、こうすごくちょっとコンプレックスあったんだよね、肌が汚い。で
アトピーなんで、実はあと添加物アレルギーとか、まあ、食べるもの防腐剤とかあるのでこう呼吸困難になっちゃうんだけど、弱いんだよ体が。もう見た目そのまま通り弱そうでしょ、ね、弱いんです、おいしい体が。で肌もすごい弱くて、でとにかくね、石鹸もまあ、ミューズみたいのをずーっと長く使ってたんだけどね、まあ、ミューズは殺菌効果がね、あれ実はあんまなかったって、なんか最近暴露されてなんかなくなったよね。まだ売ってんのかな、物自体はね、うん、あれショックだよね。ずっと高い石鹸、おじいもミューズ愛用してたんだけど、殺菌効果がね、あれ認められなかったっていうね、なんかニュースあったよね、すっげえショック、ね、でもあれ洗い上がりがすごいさっぱりしてるんで、よくね、バス用お風呂はもうミューズっていう感じでね使ってました。あとはね、銭湯に行った時に使ったレモン石鹸ってあるんだけど、昔はね、よく学校なんか、昔の学校で、ね、みかんのネットの中に入ってたやつよね、あれが結構さっぱり汚れが取れてキュッキュッってこうなるんで、あれすごい、たまに銭湯に置いてあるところもあるんだけど、ね、あれおじいまた買おうかなと思ってる、ネットでね、うん、でね、まあ洗顔については本当変な石鹸使うと荒れる、ガビガビになる、とにかくアトピーだから。これはもうアトピーの人は分かってもらえると思う。で何かをつけたりとかそういうのができないんだよ、おじいは。でギャッツビーとかね、あと資生堂ね、例えば40代からのなんだっけ、こうテカリ肌にこうやたらで、こうテカテカ油いからそれを抑えてサラサラにするとか、あとは乾燥した時に潤いを与えるとかってあるんでしょ。なんかよく薬局に行くとサンプルで置いたんじゃん。でああこういうの使った方がいいのかなと思ってね、もうだいぶ昔だよ、もう10年以上昔だね、かなり前だよね。でああいうのを見て、まあ、ちょっとライブ配信とかね、まあそういうのでもこうやっぱこう綺麗にした方がいいのかなと思ってね、ちょっとこう買ったことがある。でもピリピリしてブワーって赤く腫れてやっぱりダメだったんだよ、そういう化粧品関係使うっていうのが、ね、なのでおじいは顔に何もつけられないんだよね。だからお肌のお手入れとかそういうのがねあまりできないんだよ。で、おじいはねもう10歳の頃からアトピーで、でもういろんなことでバーってなったりとか、いろんなものに反応したりとか、そういう生活の中でとにかく自分で覚えていくしかない。だから自然と自己防衛を覚えていくんだね。で元気なおじいの場合はもともと性格上何かこう塗ったりとかつけたりとかね、だからネックレスしたりとか時計つけたりとか、あれ身につけるってものが嫌いなんだよね。とにかくだからなんか塗ったりとかこう整髪料とかね、ああいうのもね全然使わないんだよ、何も使わない。で若い頃はね、それはこうやってリーゼントの時にさ、ね、パンチパーマでさ、で伸びるとかってリーゼントだからこうして固める時にちょっと名前忘れちゃったけど、ペンギンがね氷にガンって突き刺さる、こういうのがあって、でああいうのでねバッとこう固めたら、もうどんなに風が吹こうともうこうなってね、絶対に崩れねえぞってね、あれでガチガチにこう固めた時があるんだけど、あれぐらいかな使ってたので、あれもねそういうその一部のものしか使えなかった。なんでかっていうと汗かくでしょ、で汗かいた時にそういうくっつけたものがムースとかねチクとかダーってくるともう大変よ、もう痛いしブワーって赤くなるしゾンビみたいな顔になる。よく一緒にいる人は最初の頃は驚かれたんだけど、だんだん一緒にいるとね慣れてくるんだね。最初はすごいもうみんな周りにいる人が目をまん丸くしてじっと見るんだよ、汗かいたりとかなんかつけててバーってなるでしょ。ほんともう見る見るうちにブツブツってなってきて赤くなってきて、すごいカメレオンみたいに変化するんだよ。でみんなどうした、顔がなんかすごいことになってるっつって、なんかご飯食べたりとかさ、なんかジュース飲みながらとかお店にいてもね、みんな一斉に注目なんで、どうしたみたいな感じで、いや大丈夫みたいに言われて、何って、また荒れたっていうかね、
すごいちょっと見てきた方がいいと思うなんてね。で、あの洗面行くとね、ああまたバーってなってるして、で、あの石鹸でカカカって洗ってね、パッ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 パンってやって、で大丈夫ってね、うん、あのもう今顔洗ってきたからね、あの5分ぐらいしたらもう戻るからってね。で、だん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 普通の肌のようになってきて、ほらね、戻ってきた、おーなんてね。あのこれがね、アトピーのもうしょうがないね、まあ、生まれ持ったものじゃないので、男性の場合は30を過ぎると軽くなるんだけど、消えない、治らない、一生治らない、ね、生まれつきの人は一生治らないけど、症状変わらないんだけど、おじいみたいに生まれつきじゃない、生活が変わって、一生は食生活なんだけど、生活が変わって途中からなったアトピーは30、男子は30から35ぐらいで、柔らかくなってくるっていうね、そういうのがあったけど、あんま関係なかったね、おじいの場合ね。で、おじいの場合はこのお肌はどうやって、じゃあ自分で、手入れしてるの、メンテしてるのと、メンテっていうメンテはやってません。で、昔から皆さんにっていうかね、まあ、これ見てる皆さん初めて聞くんだけど、おじいは昔から聞かれると言ってることがあります。おじいは洗顔です。あ、でも昔ね、バーナルって知ってる？バーナル化粧品ってあって、昔よくテレビで宣伝やったんだけど、青いのと赤い石鹸とあって、で、汚れを落とす石鹸、そしてあと保湿の石鹸、これが基本セットがあって、で初めての方はよく安く買えたんだね、なんかいくら半額ぐらいだかな、かな、よく安く買えたんだよ、少量込みで。で、まあ凝ってくると、そのね、スキンケア用とかなんかいろいろあるんだけど、ああいうね、バーナルも買ったことがありますね。で、バーナルもあれもね、良かったよ。バーナル肌荒れるっていう人いるけど、要は人間の肌ってね、だいたい28日周期で入れ替わるんだけど、年を取ってくると新陳代謝が悪くなってくるから、それがどん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 こう、日にちがこう伸びてくるんだよね。で、バーナルっていうのは、こう化粧品とかいろんな刺激とかでダメージすることなく、洗顔だけでとにかくね、汚れたものを取れば汚れない、で中から出てくる汚れをこう押し出してあげるね、置いたらきちんと保湿を与えて、乾燥させない、ね、で悪いものをちゃんと毛穴を閉めて、入れないっていうね、これを繰り返していると、要は綺麗な肌が、赤ちゃんのようなね、こう綺麗な肌がこう再生してきて、それが表面になれば綺麗になるよね。だから最初の一般の若い方で28日、まあ年齢とともにね、しげるけども、一皮剥いてしまえば下にある肌は、生まれてくる肌は綺麗なんだよっていうね、これがバーナルの基本だと思うんだよね。で、おじいのね、今まで知り合った人の中でも、おじいはほらお化粧品自分が嫌いだから、化粧してない人、要は女の子でも化粧しない子っているじゃんね、若い頃は、まあ、ね、年齢取るとあれだけど、だいたい10代20代の時って化粧する子しない子っているよね。で、俺化粧しない子が好きなんだよ、おじいの場合ね、だから化粧が匂いがすごいもうきついっていうか、この間もね、うちの親父連れてハンバーグ屋さんに行ったんだよ。で、ハンバーグ屋の中で、その後ろだかな横だかな、ね、にいたカップルが入ってきたんだけど、女の子が臭い、香水がすごい臭い、ね、もう鼻についちゃってまずかった、ね、で、女の子の臭いのはね、ハンバーグ屋さんだけじゃなくて、うなぎ屋さんもあったね。うちの親父がね、本当にうなぎ食べたいって言ってね、でうなぎ連れてった時も、そんなで、そんなしょっちゅう行くもんじゃないでしょ。で、せっかく楽しみにしてね、酸素つけながらさ、ね、頑張って食べに行こうね、体調どうっつって、体調が悪いと動けないから、体調がいい時しか行けないんだよね。しかも天気が、ね、雨が降っていなくてね、歩くのに補助できる状態で、やっと、ね、待ってね、で大社にね、さばくのからやってっつって、で、やってもらって楽しみにしてて、さあ出来上がる、その瞬間に若いカップルがやってきたね。おいた、そのカップルも、後ろに座ったカップルも、女の子がどぐさい、ね、そういう食べ物屋さんに入るときはちょっとね、気を使ってほしいっていうか、なんていうかな、こう
場所をわきまえてほしいってのがあるんだよね。所有もう一品料理屋さんとか、例えばうなぎ屋さんとか、まあ、高価なものを食べるとか、あと席がこうもう2つとか3つしかないとかで、どう考えてもその独裁のが充満する狭い店に、そのね、普通何を楽しみに来てるかとかね、味覚とか視覚とか聴覚とか、まあ、いろんなもので味じゃないけど、他の人の迷惑になるってことをね、考えない女の人が多いんだよ、すごく。ね、本当ね、勘弁してほしい。鼻についちゃって失格のこの香りがもう台無しで、もう全然美味しくなかったうなぎがね。まあそういうのがあるんだけどね。まあいや、あの話しすぎちゃったけど、その女の子ね、例えばその肌の綺麗な女の子ね、透き通るような肌の白さの女の子、もちもちしてね、で何やってんのって言うと、何もしてないって言うんだよね。特に何も、だいたいね、そういう女の子ってあのだいたい洗顔式なんだね。で、あのビオレとかああいうのを使ってるんだよ。で他は何にもしないね、ほんと基本的に何にもしないで、たまになんかお化粧水とかそういうのはこう一通りあるんだけども、普段あのあまり使わないっていうね。いやもうこんだけで本当大丈夫みたいなね。でおじいもね、それ基本なんだよ、全く同じなんだよ。そこら辺ね、意気投合するんだよね、そういうお話聞くと。でおじいの場合は若い頃から、今でもね、これアマゾンであのこの間届いたばっかなんだけど、シャンプーセット買うと油取り紙がね、今おまけでくっついてくるんだよ。見たい？あ、ちょっと待って、よいしょ、いっぱい残ってるからね。これアマゾンで3本セット買うとセット品ってなってて、 これがついてくる油取り紙、これね、まあおじいは油出たらすぐにあの洗うんだけど、おじいいつも言ってるように、おじい洗い駒なんでね。で例えばそうね、YouTube で言ったら、おじいのトークによく出てくるね、ドローシャさんって言うんだけど、ドローシャさんも何度かね、おじいのところに遊びに来たことがあるけど、まあ、だから一緒に遊びに行って、こっち来ると、ね、もう、こう、ああ、もう先行っててって感じで、おじいの場合は、こうちゃんと、うちに入ったら手洗って、顔洗って、足も洗ってってやらないと、上がらない、入ってこないんだよ、おじいはね。子供の頃なんてね、面白かったよ。子供の頃は、同級生とかさ、ね、遊び来んじゃん。そしたら一緒にお風呂場まで連行してって、ね、はい、手とか足洗ってしてね、一緒に洗わないと自分の部屋に入れないっていうね。そこまでって言って一緒だけどね、昔はね。面白いでしょ。それでね、まあ、大人、そんなことはない、大人になってからはね。それで、おじいの場合は、最終的にね、アシュランの石鹸とかもやったりとかしてたよ。だから、こう泡作るのがうまいよ、おじいもね。で最終的に何をしたかというと、おじいはこのね、オキシです、これ。でライブ配信でそのよくね、こう女の子とかね、おじい肌たまにね、洗顔の話すると肌綺麗だよねってね、何してんのって言うからね、オキシだよって言うね。そっか、それ男性用だもんねってね。でよく言うんだよ、石鹸に男性用女性用って何って。例えば整髪料とか化粧料とか男性女性ってあるじゃん。男性でも細くてね、弱い髪の毛の人もいれば剛毛な人もいるし、女性だってそうでしょ。なんでこのように2種類しか存在しないの、おかしいよねこれってね。だからこういうのも、だからビオレで、じゃあ例えばね、 女性なんか使うのね、じゃあ男性が使ったらダメなのとかね、ダブとかさ、あるじゃん。じゃああれ女性だけなのか男性使ったら、いやこれはいいんだよ、なんでそれはいいの、じゃあなんでこれは男子よっていうの、これはイメージなんだよね結局。でこれはもうプワーッともう油も全部取ってくれて、パーッてこうなるやつなんで、まあスーッてするんだよね、とにかく。なのでまあスーッとするのは男性用で、こういい香りがして、この香りがして、出店するのは女性用とかね、なんかそういうイメージ付けされてるんだよね。ただおじいにはね、そういう理屈は関係ないんだよね。とにかく汚れをごっそり取る、それだけ、おじいは。だバンダリーに似てるんだけど、まあ保湿に関してはあまり気遣ってないんだけどね。とにかく表に汚れたものと毛穴の中に入ってる汚れを浮き上がらせて表に出すね。それで、あとは
冷たい水で締める、これだけ。もう人間だけじゃん、くだらないものやってんの。動物の世界の中でそんなスキンケアなんかやってる動物なんていないでしょ、本当ね。なのでおじいの場合はアトピーなんで、いろんなものを使いたくても使えないんです。実はお化粧水1個でもブワーってあれしちゃうから使えないんです。元気なおじいが使える石鹸も、こう痛くなっちゃう石鹸とかね、もうぬるぬるしてうわーってなってるのとかね、いろいろあるんでしょう。もうおじいが使えるのは限られてます。でその中でもう、もう何十年もずっと愛用して、これがなくなったらもう生きていけないっていうのがこのオキシーです。これでオキシーも青いやつ白いやつとかね、なんか種類がいっぱいあるんだけど、これじゃないとダメです、このクロノスクラブね。でおじいは一日ね、まあ、何回もこれでたくさんつけないよ。おじいの場合、おじいの場合ね、どれぐらいかっていうと、ほんのこんなもんつけて泡立てて、力だけ。たまに手が汚れてると一回手洗ってからじゃないと泡立たないけど、ここら辺がこうびっちりこうつつくと、ここのだけこう取って、それで泡立ててるね。これほらバーナルとかさね、まあ、バーナルとかほらなんかスポンジの100均のこういうのクーッてやって作るでしょね。あれだってもうアシュラとかにもやってれば、これぐらい取ってこうしてニューってやったらね、お水しちゃっちゃったらガーしちゃったらね、こう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 って、こう面倒くさくなければ、きめ細かいなんかこう何でも立つんだよ。こう乳酸菌とか何だっけアメとかさ、ああいうのやってる人たちもこう一生懸命やったでしょね。いろんなものがネットワークビジネスがあると、それを壊す、相手のものをこう壊すっていうね、論破するっていうね、これの活性になるんだけどもね。いろんな実験で、これがいいんだあれがいいんだね、自然のハーブがここに入ってて、こんだけいいんだみたいなね、悪い天気を使ってもらったらね、いやでここ泡立ちがほらこんなになるんだよね、いやそんなもの普通のエメレオ石鹸でもなるんだよ、ほらこの通りみたいなね、これでやればなるんだよね、今度石鹸でも乗っくればほらこんなに綺麗になるんだよとかね、こういうの知ってる人は知ってると思うんだよ、知らない人は知らないと思うよ、ね、当たり前なんだよね。ああいうのはこう実験っていうか、なんかトリックみたいなもんだからね、ああいうのはね。で、おじいの中ではこのオキシーね、これがスーッとするし、キュッキュッとこうなるし、でこの使い方ね、ここのところに気を使っていつも使ってるだけです。でこれね、どうやって使ってるかっていうと、おじいの場合はね、ぬるま湯、ちょっとこうあったかいんだよね、こすらない、最初はスンスンスンってこうちょっとこう温める程度でね、蒸す程度で、ちょっとこう軽く水で洗ったら、ね、手をきれいにして、でこのオキシーをほんのちょっとだけね、ちょっとこうつける。たくさんのものをふわーってやってもただもったいないだけなんで、何の役にも立たないんで、逆にその余ったものが邪魔をしてしまう、多すぎて、だプールの中に人がいっぱいすぎてギュギュになって泳げないのと同じで、もう動きが取れない、石鹸の効果も同じだと思うんだよね。多ければいいってもんじゃないっていうね。なので足りなかったら1回洗い流して、もう1回2度洗いすると結構泡立つでしょ。 あれでやればいいなっていうね。だから1回こう汚れ取ってから、この石鹸ねこれギューってやって、水つけないでガーってやったら、ちょっとお湯やって、でちょっとこうやってやっていくとこう馴染むんで、そしたらこうちょっとこう泡立てたらね、そのこう温めて呼吸穴が開いた状態でポン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 ってこうやってね乗っけるんだよ、ポンポンって泡を。でそのまんま置いとくっていうか、待ってるのめんどくさいでしょ。だからこの残った泡でこうしててこうしてこうして洗ってるの、こうやって洗ってる間にこのオキシーだとスーッてするのも入ってるので、これね、泡がねこうプティ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 ってこうなってくるでしょ。そしたら毛穴の中にこう入ってくるので、当然ね毛穴が開いてるからね。そしたらその毛穴の中のものはね、この汚れクレンジングだからゴシュッて取ってブワッてこう表に出してくるんだけど、中に入ったタイミングっていうのがこのオキシーを使うと、このスこう乗っけた時はわからないんだけど、ただ乗っけただけだけど、だんだんスーッてしてきて、このメントールみたいなのがスーッてきて、でちょっとこうピリ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 ってくるんだね、肌に浸透していくと、だあもう浸透したんだなって。これがおじいの洗顔のタイミング、何十秒ぐらいかな、大体まあその時によるけど、30秒ぐらいで来る時もあれば1分ぐらいの時もあるけどね、
本当このタイミングこのオキシでやってると泡立てると乗っけてからスーッと来た後にピリピリピリあ痛い痛い痛いみたいなねこう痛い痛いじゃないけどもなんかピリ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 ってね唐辛子でもなんか塗ってるようななんかちょっとピリ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 ってくるから美味しい名前ね肌弱いからなのでそれがすぐサインで、こうちょっとぬるま湯でこうそーっとパンパンってこう手をつけないでねお水だけでスッスッてこうやって流すスッスッてで流してあともうキュッ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 ってなるからこれすっごい綺麗になるからねキュッ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 ってなるからそしたら お湯閉めてお水だけにしてでキュッキュッキュッておー冷てーキュッ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 ってやってでああってやってでタオルでポン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 ってでここら辺はキュッ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 ってやってでうんってやってみるとおだいたい綺麗になってる洗う前と洗った後で全然違うからもう単純で、で肌がもうなんかこうこうやってやってダメージを受けたものは綺麗にならないわけだからね結局理屈で言うと肌の要は毛穴の中とかで汚れとかそういったものがあってで要は最初はもう毛穴を開いてね、汚れを出しやすい状態にして、こういうクレンジングでとにかくブワーッと乗っけてで刺激を与えたりとかねだからこうやってこすったりとかこう肌に触ると刺激で毛穴が閉じちゃうんで逆に中に閉じ込めちゃうことになるよね悪いものをねなので刺激を与えないで毛穴を開いてあげたらそーっと泡を乗っけてあげて浸透させてでなんとか効果によってこう浮き出てくるから汚れがねそしたらそれをおぬるま湯までスースーっていうね毛穴を開けながらこうぬるま湯でこう全部洗い流したら綺麗なお水でキュッて毛穴を締めちゃえばもうそれで OK なんだよで水分が毛穴の中に入ってるから冷たいお水でキュッてこう締めるともう水分がこの中に閉じこもってるんで特に何にもつけなくてもねおじいもさねもう結構製造年月日古いけどもさね半世紀以上過ぎてるけどでもほら潤いあるでしょおじい何にもつけてないんだよこれ先ほどもこれね来ましたよ朝起きたらすぐ洗顔ねでお昼頃までにはもう洗顔今の時期だったら2回ぐらいかもしれないけどでとにかく汗かいたなと思ったらもう即洗顔汗かいて ほったらかしくとどん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 なんか死ぬすればかし増えてくるんですごいね吹き出物が出たりとかねピーナッツ食べ過ぎたりとかねナッツ食べ過ぎたりとかなので、とにかくこれですでもう頭がかゆくて気持ち悪い時はもう一回石鹸で洗った後にこれでねブワーってやるしあと体がもうこう足もみたいになって気持ち悪い時ってあるでしょうわーってなる時ってあるじゃん真夏今の時期ってそれと網タオルにニューって出してでこうやってあんとよーく泡立ててこれでうわ気持ちいいってまあシーブリーズなんてもんじゃでもスーッておーほほーみたいな感じででもシャワーなりジャモーなり入って踏みとうわ気持ちいいって感じでね普通のお手入れやってる人から見るとねダメダメって言うかもしれないけどおじいはそのダメダメってその入れる反応する人はいるんだよ化粧品好きな人はねでもおじいは実際に自分で自分がこれだなと思ったものを実際に何十年もやってるわけです若い頃からねもういろんなものを試してたどり着いたのがこのオキシのこれなんだよこれねこれ大きい方ちっちゃいのと大きいのタンクねこれ200入ってるのかな140ぐらいの130だかなのちっちゃいのと大きいのと200とあるんだけどねアマゾンだと3個セットのやつがね売ってるのでで1個だと少量無料にならないんでねプライム入ってないとで何セットか買わないとだ 何かのついでに買うだおじいもいろんなものをね、食べるものとかさ、いろんなものをアマゾンで買うから、その時についでに買ったりする、品数で買ったりとか。だからこう、値段の安いものをよくお気に入りに入れておいて、で、なんかのついでに、2000円足りないという時に、こういったものを追加して買ってるんだね。だから無意味に在庫は増やさない、おじいのね、洗顔ボックス。洗顔ボックスっていうか、洗面所にはね。
だから例えばほら、案件なんかでもね、こうクーポンコード発行してくれるんだけど、その商品のクーポンコード発行してくれても送料がこっち負担になっちゃう場合があるんだね、2000円いかないとね、なのでそういった時に、これとか、だからこれもね、なんだっけな、これ何と一緒に買ったんだっけな、あ、そう、これは足りないんじゃなくて、これオキシだけしか今欲しいものがなくて、他のものみんな買っちゃったんだよ、あの歯ブラシとかなんかいろんなものね。で、あとこれだけなんで欲しいのが、もうこれがあと1個しかなくなっちゃって、洗面とお風呂と1個ずつないともう苦しいとかで、今お風呂行かなくなっちゃったけど、銭湯に行く時とか、あのどっか出てく時は表で使うようにっていう、だ3つ常にあのおじいはないと不安なんだよね。もうお風呂はお風呂用ね、で洗面でも必需品で、表に出てくる時用ね、お風呂に行く時用とか、ちょっと外に出てくる、だ今の時期なんてこれあの車でこれ外で行くよ、これ持ってくよ本当で、あの海に行ってもさ、海岸とかに行ってもさ、ほらあの洗面とかあるでしょ、でそこのところでこれ顔洗ったりするよ、これでこれはね、あの持ち運ぶからおいしい。であとたまにね、あのこれ持ってくのがほら買ってる場所とか、こう人と会ったりとかさ、あんじゃん、そういう場合さ、こんなちっちゃい、よくほらあの女性の方だったらいっぱい持ってる、こうサンプル品のやつとかあんじゃん、なんかね、あのこんなキッキッキッってね、あれにこれニューってやっていけば、もうこのちっちゃいのにニューってこんだけあれば、もう何日間も持つんで、おじいね、だこれ1本買ったら何ヶ月持つか、本当それぐらい使わない、あの洗剤はね使いすぎないね、でもあの薄く回数多く使う、とにかくおじいはお肌に一生以上のこうゴシゴシゴシとかね、かグーとかあるじゃん、であれ好きだからよくやってたんだよ、であの、まあ、唯一丸いのでこうやってやるのあるでしょ、であれ気持ちいいんだけど荒れるんだよ、肌がボソボソになるんだよ、結局最終的にはこするっていうのは、なので、おじいもああいうのがものすごい大好きだったんだけど、とにかくカカーって、ね、カッてお風呂に入ってもらう人カカーって、あーもうかゆいかゆいかゆいって感じあったけど、それをやらなくなった、あのかえって大変だから、だからあのかってね、お湯とお水と両方うまく使う、で外に行った時はお湯がないので、これはもうね諦めるしかない、表に行った時はもう冷たい水でこうシュッて毛穴取りしたかもしれないけど、もう肌に触らないで、最初はもうチャプ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 ってやって、勢いで毛穴の中出すと同時にこうキュッてなっちゃうけども、であの洗顔使ってね、同じようにかかって乗っけて洗って、どうしてもあの長くても1分2分の話でしょうね、だからそれで、肌を傷つけないように洗う、でよく洗う、よく洗う、とにかくよく洗う、これです、もう残さないね、よく洗う、これだけです。だおじいもシャンプーはやるけどリンスはやりませんね、でそのよくさ、こうあのシャンプーにしてもあのリンスにしても、あとコンディショナーかね、でおじいも前に使ったことあるんだけど、あれが結局また残って汗かくとダーってなるから、アトピーの敵なんだよ、とにかく、だとにかくね、ああいう石油製品だよね、だああいったものを残しておくのはあまり良くないって、でうちのお袋はね、こうちでアロエ、木立ちアロエとかあるから、アロエを焼酎とかね、こうずっとつけておいて、今でも残ってるかな、 あるね、こうお湯割って角砂糖入れてないから、あちょっとあの割って飲むのはちょっと今できないんだけども、うちの頃がね、ずっとお肌綺麗だね、若いねって言われて、アロエに焼酎入れてたし、あれをねベタ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 とか、ね、よくあの知り合いの人とかね、おじいのねとか遊びに来た女の子なんかにもね、みんなこう分けてあげてね、おばちゃん肌すごい綺麗だねってね、まあ遺伝じゃないからね、ほんとあのうちアロエ使ってんだよなんてね、お化粧水こう小分けしてね、あの分けてあげたりとかね、よくやってたよね、ほんとね、そのねアロエのやつがね、結局残ってんの、こう一瓶ぐらいで、これ、ね、これどうしたらいいんだろうってね、焼酎に使ってるから、あの腐らないんだね、ちょっとね、あのあれはね、なのでね、で、おじい使わないよ、おじいは肌弱いからね、こんなわけで、このね、元の肌が綺麗すぎっていうのは、おじいは意外なんだよ、アトピーで、
人一倍荒れやすいからブワーってなるし、でおじいの動画でも肌がものすごい汚い時と今日が比較的綺麗に映ってると思う。なんでかというとこれで洗顔した直後だからです。洗顔して今一発目の動画を撮ってるので顔が綺麗で、このまんま何本か収録して暑い暑いって汗拭きながらタオル拭きながらこうやってやってるんですよ。あの時って肌が結構荒れてると思います。でまた洗うと復活します。とにかくこう今こうキュッキュッて今ちょっとこう油汗がちょっとこう出てきてるけどね、悪い濡れ方じゃないね、うん、あとこのこう汗一個にしてもね、例えばタバコ吸ってる時っていうのはもう油が出てくるんだよ。汗じゃないんだよ、油なんだよ。とにかくニューってもうサラダ油みたいな汗、ニューってニコチンの汗、ニューって臭いしすごくだ、タバコ吸ってる時にね、一生懸命ビリやったことがあるんだけど、もう汗が出てこない出てこないから、もうすごい汗なんだよ。油の汗っていうのは、ニコチンの汗っていうのは目に入っても痛いなんてもんじゃないし。でね、おじいビリやる時も必ずこれで洗顔してからやります。洗顔してからなんでやるのっていうと、顔にほこりがついていて汗があって、でその汗が、拭いた汗は別に痛いもとじゃないんだけど、このほこりとかを要は吸収して目の中に入るとそれが痛いんだよ。だから洗顔して綺麗な状態にして鉢巻きするでしょ。でここら辺の汗がかいたものがドゥワーッとこう目の中に入ったりするわけだよ。口の中に入ったりとか、そういう時に綺麗な状態にしておいて、ほこりを全部取っておけば目の中に入っても実は痛くないんです。口の中に入ってもしょっぱいとかね、そういうのもないんだよ本当。なのでこれね、汗も涙もね、おしっこもみんな同じだと思うんだけどね、よくおしっこもそうだよね、空気に触れると匂いが出てきたりとかね、なんか味もまずくなるのかなね。よく昔ね、自分の病気を治すのにとか、あとヨットでこう遭難した場合とかね、水分補給は自分のおしっこで生き延びる、実際にそういうニュースも見たことあると思うんだけどね。人のやつはダメなんだよ、菌があるから、自分の菌があるでしょ、で他の人の菌はダメなんだよ、もう自分にとってばい菌毒なんだよね。だから自分の排尿したおしっこっていうのは、そう空気に触れて時間が経たなければ別に悪いものではないっていうね。なんかね、そういうのを聞いたことあるけど、実際におしっこ飲んだことはないから分かんないけども、何でもそうなんだよ。空気に触れるとだん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 悪臭が漂ってきたりとかね、汗もそうなんだよ。汗も実は臭いものがブワって出てくるわけじゃなくて、その皮脂っていうの、ここで油があるんでしょ、こういうのがね。でこれがね臭いんだよ、この油が。だからおじいもね、よくオキシで頭洗ったりとかしてるけど、とにかくその臭い元となる油を取ってしまう、ね、で中にほら加齢臭だとかさ、あとほら脇がの人とかね、まあ、今簡単に手術できるけども、ああい う, こう臭い分泌のものが持ってて出すっていうの、これはまた別の話だよ。あとここら辺から出てくるっていうね、この身の塩がね、よく柿のシブラッカなんだっけね、この加齢臭を取る石鹸とかも売ってるけどね、だいたい加齢臭っていうのはだいたい40代前後ぐらいが一番なんか臭いって言うよね。でそれこうよくお年寄り臭い臭いって言うけど、お年寄りが臭いのはそのお年寄りも加齢臭のこう働き盛りのね、ちょっと脂が乗った時期ってよく言うよね。あの時が一番加齢臭が臭いんだね。なんかね、ここら辺がなんか臭い。でおじいは結構ね、ずっとこの後ろまで全部オキシで、洗顔の時にもよくこの耳のこことかここら辺まで全部洗うんで、こうしてやっても、おじいはね、一時ね、40代ぐらいの時にね、あ、ちょっと加齢臭っぽいような匂いみたいな、こう夏場にこうちょっとこう時間を置くと、あ、ちょっと匂いがね、なんか油っぽいには、これ加齢臭かなみたいなね、そういう時期もあったんだけどもね、どん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 じゃあ吹くんだよね、本当ね、どんどん
で、で1日3回4回ぐらいシャワー浴びてたから、まあ、そこはもう突破したね、40代時期はね。でだん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 年取るともうその油気なくなってくるし、もう加齢臭っていうのがなくなってくるね、だんだんね、だんだんこうだ、自分が傷んでくるんでね、そっちの方の匂いになってくる。だお年寄りは逆に今度なんで臭くなるのっていうと、逆にこう頻繁にほら風邪ひいちゃったりするから お風呂も入れなくなってくるし、洗ったりとかこうクックク入れにできないから、だから臭くなってくるんだよ。これはもうねしょうがないんだね。本当うちの親も今さらさらで、小暮でね、もうお風呂に入ると心臓がねもうひっくり返っちゃうからね。なのでぬるい、本当にぬるい、人間の体温よりちょっとだから46度とか何度かそれぐらいのぬるいお湯をためておいて、それでちょっとこう流し程度にやってねみたいな感じでね。でとにかくほったらかしておくと入らないんで調子がいいとかね、例えば臭くならないようにとりあえず流そうよっていう感じでね、お水ためておいてあげると一応頑張って、ね、お風呂場行くんでね、そういうのはね結構気にしてやってるよ。あとうちの親がね、その臭いなって思ったことはあんまないね。もう臭いなと思ったらとにかく お風呂にどうしたらいいだろう、やらないと入らないから、やっちゃったらもう入んないともったいないというね、昔の人のもったいない根性があるので、ね、おじいは昨日ねお風呂ね、お風呂は入れなかったけどもシャワー3回浴びたかな、ね、寝起きに1回で収録しながらね汗かいたからお昼にシャワー浴びて、でまた寝る前にシャワー浴びてっていうね、それはでその間にこのオキシで顔を洗ってます。なんで本当ね、いろいろこれ洗顔の話をすると賛否両論いろいろあるんで、本当ねあんまり詳しいことをこうやって追求して言ったことはないんだけど、おじいみたいにアトピーでいろいろ使えない人はこれがおしめだと思うんだね。で男性女性関係ないんだよこの理論は。バーナルとかダブとかね、あとビオレ使ってるとかね、ああいう必要最低限で余計なものが甘えてなくてっていうね、余分なものを洗い流して保湿でっていうね、で結局あっちも商売だからね、いろんなメーカーで、それだってあれを使ったらこれを使ったらっていうね、いろんなものを分けて結局なんだかんだ買ってもらわないと商売にならないわけだね。でブランドの化粧品っていうのはもうこれ専用にあなたのためにとかね、ねタラララララランみたいなさね、あるでしょ、ね、で ああいうのもね、まあ、本当はお金を出せば本当、まあ、それでメンテになって、まあ、気持ちの面なんだよ。特に女性なんていうのはもう特に怒らせないで、とにかくいつもね綺麗だね可愛いねとかね、ね、こうやって褒めていればね、というかご機嫌よくしてくれていれば、とにかくストレスはあんま溜めさせないようにね気を使ってあげればね、というかお肌もいつも綺麗なんだよ結構女性っていうのはね。まあ、どうしてもこう悪くなっちゃう時期っていう周期っていうのがこう出てくるんだけども、でそこのところがね男性から見るとこううまくこう駆け引き、いわゆる人間関係の難所にこう近づいたり遠ざけたりやらないと、あまり褒めてばっかりと、ね、当たり前になっちゃうしね、だから突き上がると自分が奴隷みたいになっちゃうからね、そういうところを気をつけなければならないっていうね。というか女性の場合はいろいろね、メンテナンスに対してすごい気を使ってると思うんだけど、お金を出して何かに頼るではなくて、基本的にそのお肌っていうのはどういう構造になっているのかなっていうね、そこのメカニズムをよく知って、でお肌は上の層からねどんどんどんこう何枚も層があるんでね、どん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 こう入れ替わっていくね、で悪いものが出たら吹き出物みたいなのが出てくるね、でビタミン E でとかビタミン C でとかで両方ないと悪いものをね浄化したりとか、表に腰の力でこう表に押し出すとかね、よくそういう説明あるでしょ。昔なんてさ、カルシウムカルシウムカルシウムなんてね、カルシウムがどのぐらい入ってるとかね、これにはいろんなお菓子とかあったけども、で要はカルシウムだけではダメでしょね。なので、なんかマグネシウムか、ね、カルミシウムとマグネシウムが何対何の割合で入ってないと結局意味がないんだとかね、比較的ちょっと前に分かって、でそれが両方入ったお菓子ウエハースとかね、先出てきたよね。昔は全部単品の健康食品で売ってるものが多かったんで、結局ああいうものは高いお金を出して買っても何も吸収されなかったとか、ね、全く意味のないものがあるわけなんだよね。
だからね、おじいが思うにこの お肌をきれいにするのにはとにかく汚れをとにかく一種も取る、汚れがついたら取る、汚れができたら押し出してあげるね、この洗顔、これが基本だと思います。であとは睡眠だね。でそんなことを言っても忙しいんだよっていう人がいるかもしれないけど、たまに時間に余裕がっていうかね、力が溜まってきたら、おじいもそうなんだけど、早くね、いつも寝る時間がね12時とか1時とか2時とかってね当たり前になってても、たまに疲れてすごいこうなっちゃう時もあると思う。もう思い切って早く寝る、これを1回することを覚えるだけでだいぶ違うよ、肌がね。とにかくストレスもね天敵なんだけども、とにかく睡眠不足はお肌の敵、クマができたりとかね、とにかくいろんな体のメカニズムが狂ってしまうので、とにかく睡眠をとるということが大事です。おじいも結構睡眠不足の時が続くと、いろんな健康面とか精神面で結構やっぱ荒れてくるよね、やさぐれてくるよね。で睡眠はやっぱねとると全然違う、これがお肌への影響もものすごい大きいんでね、そこが大事だと思う、おじいは。だからいろんなものがあるんだけども、女性の方もお肌をきれいにしよう。あとこの女性の方の場合はお化粧をしてるから、その油でねカビを作ってるわけなんで、もうしょうがないよね、ほんと毛穴の上に油をコーティングしてるわけなんで、お化粧品っていう。で、まあ、油性からの水性っぽいようなね、アシュランのファンデーションみたいな、ああいうね、こうやって水だけど、ちょっと薄くこう塗るだけど、これで全部保湿から UV とかね、そういったもの、これ1個で OK とかってね、そういったものもあるよね。で、お肌っていうのはさ、きれいにすればさ、いろんなお化粧品があるかもしれないけど、例えばおじいの時代で言ったら、まあ、アシュラがね一番面白かったんだけど、あれで一番最初にガタッとこう手のところで、うわこんなこっちとこっちで違う顔半分で、うわこっちだけでこっちもやってよみたいな、そこからスタートするよね。で、1ヶ月ぐらい使っているとこのだん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 ねお肌が汚くなってきたっていうんだね。でなんでお肌が汚くなってきたっていうと、おシミとかそばかすが増えてしまう。これなんでかっていうと、肌の下にメラニンではね、いろいろ紫外線とかこうやられてこう汚いものがあるんだけども、肌が汚いからそれが見えないだけなんだよね。でああいう、こう洗顔できれいにして、中の毛穴の汚れも全部取って、で蓋をしてね、余計なもの入れないで、でお肌の再生がこうしてだんだん上に来ると、もともと層の下の方にあったそういう汚い不純物があったものが上に上がってくると同時に、上のお肌がきれいになってきて透き通ってくると、その下にあるね、いろんなシミそばかすみたいなものが今までと同じなんだけども、透き通ってくっきり見えるようになってくる。だから汚くなったって勘違いする人がいるんだね。でそこのところでやめちゃう人が多いんだけども、それでもっとさらにいって、これをこう押し出してなくしてしまったら、あとは綺麗なものしかないっていうね。だから頑張ろうよっていうね、そういう理屈があるよね。で女性の場合はその油性水性で表に一回出たらなかなか持ってこない人はね、油性じゃないと大変かもしれないけど、一番大事なのは帰った後のこの要は洗顔で、洗顔するのが面倒くさいで、なんか今シュッシュって取ってこうやって取る時代でしょ。でおじいから言わせると、その刺激をしたら肌が閉じる、お化粧品は毛穴の中にまで埋め込まってるね、で毛穴の中まですっきりとかって言う、そうは言うけれども、あれで何枚もこうしちゃってどんだけ綺麗になるかなっていうお話なんだよね。一見表面は綺麗になったように見えるかもしれないけども、毛穴の中どうなのかなっていうね。そうするとおじいが思うに、やっぱりね、昔動画でよく言ったのが、こういったオキシンみたいなのでね、一回まあそういうので取るのはいいよ、別に洗うと大変だからね、色かってね。なのでこういうので一回取った後にこういうオキシンで、今言ったように一回こうお湯でこう開いてからね、泡を乗っけて洗顔して、で本当にこう浮き出させてね、拭いた
後でも絶対にいろんなうわーっと汚れが出てくるからね。そしたら例えば、ね、まあ本当はお風呂に入りながらメイク取っちゃうのが一番いいよね。お風呂に入りながら蒸れてるからこう毛穴が嫌でもお風呂場でこう開くよね。で開いたからこうシャワーとかあるよね。でこう刺激しないでこうこう洗面器とかね浮いためながらね、こうやってパッ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 ってやって浮いたものをこう出すことができるからね。あれが一番最強だよね。シャワーでとにかくバーッとこう流しちゃってね。でちょっとこう刺激になっちゃうからね、洗い流しときはこうジャバジャバの方がいいけど、で最後の締めくくりは冷たいお水でキューって冷やしてあげればもうそれで OK だからね。もうそれで水分なんてさ、いろんな何とか水みたいなのがいろいろあるけども、何とか水って言ったってね、結局同じなんだよ。変なものが自然なものだったらいいけども、そうでないものが添加したものが入っているんだったら体にいいわけがないっていうね。だから本当にきれいなお水を要は含ましてあげるね。でお水も酸化するからね、古くなるし、まあ、ずっとそこの中に閉じこもってるわけじゃないからね、人間の体温と同時にどん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 こう蒸発してきちゃうわけだからね。だからおじいの場合はよく顔を洗ってる、手もよく洗うけども顔もよく洗ってるね。だから保湿に関しても要はよく洗ってるですね。だから冬になってくると暖房かけたりすると乾燥するから、だからガビガビになるから、まあ、それでもよく顔は洗うよ。顔は洗うでよく顔洗って水分をすごいポン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 ってやったら、あ、またしばらく乾燥するまでは大丈夫で、これを繰り返してるだけなんだよね。だから女性の場合はお家に帰ったら寝る前によーくこの化粧品の残りカスをきれいに取るだけでだいぶ違うと思うんだよ。だおじいみたいにこういつも変わらないわけにはいかないよってよく女性言うけど、その帰った後すっぴんでお家の中にねいる時、もう一刻も早くすっぴんになる時にはというかきれいに洗い流すこと、これが大事だと思うんだよ。とにかくね。でまたメイクをする前にもね、朝一発起きたらね、一発その一晩中ね寝汗かくわけだから、一発毛穴の中の汚れをこれで洗って、で水でこうきれいにね締めてあげて、でその上からファンデーションとか塗ってあげればね、必要以上に入り込まなくて済むと思うんだけどね、おじ的にはね。おじ女性じゃないし化粧やったことないからわからないです。であとおじよく言われるのがね、これ鼻の頭がツルツルしてね、よく綺麗だねって言うけど、ここのところはものすごく気を使ってます。この鼻のところだけは若い頃から特別にその洗顔をねこうして乗っけてこう待ってる時にこうやって手を洗うって言ったでしょ。そしたらちょっとこう取って、この鼻のところだけちょっとこうしちゃって、で ここのところがね結構この溝になってるので、ここね、でここのところが結構ねいちごみたいになりやすいんで、結構溜まるんだよ、油が吹き出るんだよ。なのでこの油のところはね買ってねオキシでこうして、でこの鼻よく若い頃はね100円ショップで売ってるようなこう丸いやつの中でブラシみたいなのがあってね、こうやってこれをやっちゃいたくなるんだよ。これをやっちゃうとダメ、これやるとボロボロになるから、この鼻のここのところだけねちょっと丸いのよね、こうやって、まあ、最終的に今はもう手でやってるけどね、この最初の頃はプツプツプツするなと思ったら、その丸いブラシやつでこの鼻だけこうして、鼻だけこう鼻下からこうして、鼻だけこうしてよくやったね、これね。であとはそのオキシの残ったのはさっき言ったようにこの耳のねこの内側ね、ここで臭いのが出てくるものだしね、ここ結構大きいよ。悪臭を放つから耳垢とかね、ワンちゃんとかの耳匂い嗅いでこう臭いから、耳って結構臭い原因なんだよ。だオキシでおじいいつもね、もうこの耳たぶもだからキュッ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 してるもんこうしてね。で耳たぶいつもこうやって洗ってるからね、だんだん伸びてくんからこうしてね、だ洗ってる証拠こうやって、だみんなも耳たぶこうだんだん、ね、こう大きくなってくるよ本当ね。耳たぶ大きくなってもう大金持ちにはなりませんね。本当小銭には困らない、努力をすればね、お金持ちじゃないんだよね。でここら辺ね、ここら辺というか水をとにかく洗う、おじいは。あとここの後ろね、ここをきれいにするかどうかで人と会った時にこの人臭いとかね思われないから、本当、ね、まあそれだけでね、自分が臭くない状態だと、自分が臭いと、やっぱ自分がタバコ吸ってると
人のタバコ臭いのって気がつかないんだよ。で、自分が綺麗になってると、自分が臭いと人の臭いのが気がつかないんだけど、自分が綺麗になってると臭い人が分かるんだよ、これは。本当、あ、この人臭いみたいなね。なのでね、まあこれね、まあ、元の肌が綺麗とか、おじいは綺麗じゃない。もともとアトピーだからボロボロなんだけども、何も使うことができないからこそ、このオキシ一本だけでね、これ以外のものは一切使ってないですね。普通の使っても大丈夫な普通の石鹸とかね、レモン石鹸とかね、あのミューズとかね、ああいうのがこのオキシね、これだけです。本当ね、シャンプーはサクセスね、スーパーエクストラクールかなね。で、あれもね、よくおじちゃん石鹸で洗った後にあのエクストラクールやるかな、あれね、一発目にやっても全然スーッとしないしね、泡立ち悪いからね、だいたい二度洗い一緒でっていうけども、なんかね、やっぱ一発目の皮脂取りたいから石鹸で取るかな。で、すごい今の時期なんていうかな、こう何とも言えないその、あ、油ぎっしょの時ってあるんだよ、本当に。で、お風呂に入った時とか洗面所でこれね、あの一発石鹸でおじいの場合は洗った後にこのオキシでもうガーってやったら、あの100均で2個で100円で売ってる、ほら、あの頭洗うこうほら丸いやつで こうなってるやつでクワーってやる、クワーってやるよね。頭はね、やっぱ あったかいので毛穴をね開いてからポン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 ってやればまあいいかもしれないけど、かゆいんでそうなっちゃうと、でもうわーってやったってなってもうツンツンツンってこうなんかツンツンツンってね、うわーさっぱりみたいなで、スーってなるからね。本当、おじいはトニックも使えないから、トニックなんかもとにかく痛くなっちゃったりとか、足かくとツーってなってブワーって赤くなっちゃうんで、トニックも使えない、おじいね。だ、顔にこうつけても、ね、何にも使えないから、おじいこういうのを使ってごらんよって昔よく言われたけども、おじいはアトピーだから一切使いませんとかでね、唯一使えるのがこれです。だ、変な石鹸使うとアルカリ性とか酸性とか入れられるよね。で、ビオレは弱酸性かね、ビオレはね、弱酸性が肌にいいんだよとかね、ね、微弱酸性とかね、あるよね、なんかね、だからそういうの、でもそれもそのpHも自分の肌の意思によって微妙に違うんでね、だから自分がいいから人にもいいとは限らない、ね、でも お肌をきれいにする基本っていうのは、汚れをとにかく落とす、付着したら下ろす。とにかく洗う。で、そんなに汚いものはいつも付着するわけではないから、水洗いだけでもいいしね、絞ったタオルでパン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 って取るだけでもいいから、とにかく汚いものを取る。だ、きれいにするためにごまかして、塗りたくってね、臭いから香水を塗ってね、だ、女の人なんか特にそうなんだよね。よくおギャルっていたんだ、汚いお風呂も入んないようなね。だ、女性ってね、女の子ってね、若い子って忙しいから、意外と綺麗な人って綺麗とか可愛い子ほどすごい欠点があって、お部屋すごい汚かったりとかするんだよ、みたいなね。で、あらーって言いながらね、自分の臭いのを隠したのにシュ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 ってこう、香水をする女性の人、おじいすっごい苦手なんだけども、香水をしない爽やかな綺麗っぽい人っていうのは、あ、こういう人はお部屋に行っても綺麗なお部屋なんだろうな、お家も綺麗なんだろうな、台所もこんな感じなんだろうな、冷蔵庫なんかもこんな感じなんだろうなっていうのがね、もうパッて分かるんだよ、本当に、ね、大変なんだよ、ね、だからおじいもね、この肌ね、おじい身なりは一緒、いつも同じものを着てるけども、おじいね、身なりはすごい悪いんだよ、汚らしいんだけど、ブルブルしたものしか着てないんだけど、不衛生っていうのがものすごい嫌いなんで、ね、だおじいはいつもね、清潔でいるよ、ものすごく清潔です。ここだけだね、若い頃からね、ほんと、まあ、潔癖症ではない、ね、たまにおっしゃる、子供の頃はね、アトピーになったばっかりの頃はもうどうしたらいいか分からなくて、ね、すごい潔癖症だったんだけど、いつもお掃除ばっかりしてる子供だったんだけど、こういうのをしっかりとね、もう身につけてからはあんまり
過剰にしたくなったかな、本当ね、普通の人並みにね、気が付いたらお掃除してっていう、まあ、それぐらいなら、逆に言ったら今もうちょっと汚くなってきちゃったかな、本当、おじいにしてはね、どうしちゃったんだろうっていうね。よくあるじゃん、芸能人でも誰だっけ、もうテーブルの上にここの位置にこのリモコンがこの順番でこう並んでないと、この縁から大体何センチくらいの位置って当たんだっけね、あのいたよね、なんかね、嫌だなこの人みたいな、なんだっけ、あの子役から有名な、あの坂上なんとかなんかね、あるじゃん、あおじいもね昔あんな感じだったの、でいつもこうあの濡れおしぼりが四角の状態によったら、これはもう左側の子にいつでもこうやって拭ける状態でこうやってあってとかね、まあ、リモコンピッピッてやったらこうやって拭いたりこうやってすぐに定位置に戻らないとダメでね、誰かでね、誰かが足見てピッピッてやってポッてで、なんでここに置いてくんないのみたいな、面白い貸してここって言うんだよね、あそん次のもの遊ぶ時にはこれちゃんと元に戻してよとかね、こんな感じだったよ昔はね、ほんともう今もうひっちゃかめっちゃかね、もう物がよくなくなる部屋なのね、もうあの頃はおじいがこうなってしまうなんてね、思いもよらなかったけどね、お茶を飲みましょう、うん、はい、そんなわけでね、今回はねこのこぬさんからのコメントでね、っていうか素肌が綺麗すぎっていうね、特にあの意識して何かをやってるものは何もないし、皆さんよりも条件は悪いアトピーだから何も使えない、何もできないね、本当そうだよ、何にもできないんだよ、肌がすっごい汚いから、だからあのよくポチポチ、うん、もうあの人生で蚊に刺されたりとかポチポチできたものが全部あの後に残っちゃうんでね、すごいよ本当で、若い子なんてあれでよ、あのよくね職質なんか受けたりとかね、検査出してね、おいあの 手のこの跡は何だよ、注射の跡かみたいな、アトピーだよこれっつってね、本当かみたいな、どこにそういうのがあるんだよみたいなね、本当あの交通の人とねよくあのねこう言い争ってるとね、そんなところまでねがってね、全く関係ないので別件でなんかね疑われちゃうんだろうと、アトピーってすごく損なんだよ、あっちもこっちもほらみんな同じでしょつってね、アトピー性皮膚炎ですって感じで、まあ、そんな感じですね、だから皆さんもね、おじいがもう何十年間も手放せないのはこのオキシですね、であの今もうあの石鹸何使ってるとかね、一瞬でも一切やってます。でもおじいみたいなこういう時にね、なんかあのなんかバナナみたいなあのやってたらね、元気なおじいが使ってる石鹸がこれでね、お化粧水がこれで保湿がこれでだったらね、売れるかもしれないね、もしかしてね。ね。あと相手はね、あのどっかのなんかそういうお化粧品関係のショップさんとタイアップをしてね、うん、こういうこれ おじい綺麗、あ実はね。おじいね、いやこの洗顔と、いや保湿はこれ使ってる、お手入れこれだけなんだよね、これでアマゾンのここで売ってるから、みんなこういう肌いいなと思ったらこれ使ってみたろみたいに言えばね、こうやってシステマできるよね、これね、いっぱい売れるんだろうな、こういう世の中で言うネットの中なんてね、はい、そんなわけでね、まあ、ちょっと面白かったんだねこれね。これお肌がね、こうなっちゃったけどね、元が綺麗だよなって言われたのね、本当だからあのだらこれをやる前に洗顔する前の汚い肌にしてね、であのこうしてやりながらね、あちょっとじゃあちょっとあの体っていうかね、こっち側だけね、あのオキシで綺麗にしてくればね、白くなって綺麗になるからね、ああ変わったってなるんだろうねきっとね。よくあるじゃん、こういろんなもの、ね、ビフォーアフターの、ビフォーは必ずこう、こうしみしみでこうなってる、ね、で、アフター、こうなってる、このピーンとこうなってるね、ビフォーアフターみたいなね、まあ、あのもうああいうの見てると、みんなインチキ臭く見えてくるよね。ね、なんで、それぞれね、人生の中で、自分自身が自分にとって一番いいものを見つけ出す、あのいろんな物事ね、こう社会の中で生きてって、これがこうなんだよ、ああなんだよ、ふーんでそれを鵜呑みにするのもいいかもしれないけど、みんな違うんだよ、個々に誰かと全く同じではない、誰かの苦労人間ではない、だから人の数の分だけ種類があるとおじいは思ってます。だから自分のことは自分が一番よく知ってるから、自分の人生の中でおじいで言ったらこのオキシとか洗い方だよね、
でこの洗い方っていうのも縁にプルプルプルって洗ったけども、いろんなことに巻き込まれてたんで、でもいろんなアシュランをやって、あぶくの泡立て方をね覚えて、一回きれいにしてね、小豆台ぐらい取ったらギューってやってね、でこうやってやって泡立て、おお楽じゃん、簡単じゃんみたいなね、ポン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 ってね、はいひっくり返してもね、はいこうやってね落ちたくなりましたってペタンペタンペタンって乗っけて、はい乗っけてこうしてうーんってね、こういうのもね、昔お付き合いでね、ほんとまあ今こうしてね、思ってみると、自分の人生の中ですごい役立った経験だったなと思うね。いろんなネタグビジネスとかね、アニメやって、いろんなものね、もう木戸さんとかの面白かったよね、コーヒー、クリープとかなんか、ああいうのをこうなんか入れてね、でこうやって入れて凝固するんだよね。で今食べたものの脂肪分がこれ一粒木戸さん飲めばね、ほらこのようにみんなね、固まって吸収したくなって、そのまま排出されるから吸収しない、ね、本当なんつってね、あれもあの時期よく売れたと思うんだけどバカバカしいよねあれね、本当あれマジックだね、あれね、みんなね、伝次郎先生みたいなね、あんな感じだったよ本当。アシュラもあれも面白かったよ。でもね、本当に物がいいなって、あれ5000円でしょ、であれ最高いくらまでまで買えるか、半額ぐらいまでなんだか、あれ確かね、5個買えば買いになれるしてね、で1年間に1回だけ買っていけば毎月毎月下から発生したものが、でもみんなが5個ずつ買って割ってくるとなかなか昇格しないからね、本当ね、で下が同格になったら何も入ってこなくなるしね、あれ面白いよねみんなね、本当自分で動かない組織を作ろうってね、動かない人が楽をしてお小遣い稼ぎをしようと思って、始めても結局思うようにはいかないっていうね、どこの世界もみんな同じなんだよね。やる気があってガンガン行動を起こしたものが結果を出すことができるっていうね、そういう世界なんだよ。どこも YouTube でもなんでもね、みんな同じです本当ね。まあ YouTube の世界はまたあれだけどね、おじいみたいに自分の思うことでこう楽しみながらやってると生活することはできないんだけど、でも楽しみながらやってる、この楽しむっていうのとお金を稼ぐっていうのは全然別なんで、最初はねチャンネル登録人数のたくさんの数字が欲しいっていうのと、お金がいっぱい欲しいっていうね、これで生きていきたいっていう、そういう目標家だったんだけど、今もう YouTube の収益がもう高校生のアルバイトもなくなっちゃってね、今この状況で来ると、いやちょっと復活するのなんか難しいなと思って、そうすると一般の人がね言ってるようなキーワードとかサムネの見出しであそこで大体決まるんで、であとは最初の中身の教え方とか、あとは編集しながらね、テロップとか重要なとこポーンとかね、そういう一般的な要は普通の人の、いやファンっていうよりもファンじゃない人たちが、まあ、繰り返し見てくれる動画チャンネル作りをしていかないとダメなんだよね。でおじいの場合はどっちかというとこうやって顔出しをしているので、ライブ配信から来ているので、要はアイドル路線なんだよね。なんかのジャンルでやってるわけではなくて、おじいを見に来る、今日おじい何してるの、今日は雑談、今日はこれ食べてる、今日はゲームとかね、今日はこれ紹介するよとかね、そんな感じでおじいが何やってるかっていうのを気にして見てくれるね、そこのとこだから、こう仕事でお金が欲しいのか、それとも自分がアイドルになりたいのどっちっていうね、過去の動画に残ってると思うんだけど、おじいの場合はアイドル路線です。おじいのどっちかっていうとね、なのでこうビジネス路線のやり方っていうのはあるんだけども、おじいにはあまり向いてないんだよね。やりたくないことを無理にやんなきゃなんないのと、あまりにもそのなんかな、極秘っていうか、そのステージの上の人と一般の人たちの間に溝がありすぎるっていうか、仕掛けっていうか、そのからくりっていうか、あまりにもその世の中の汚さみたいな、そういうのが多すぎて濃すぎて、で、まあ、劇団ひまわりじゃないけども、そこのところをに染まって割り切ってやった人から
だんだんそちらの成功の結果に行くっていうね、ここがもう分かっちゃってから、おじいが思ってたのは違うんだよなみたいな、ちょっとそういうのが生じてるので、今迷ってる時期なんだね、おじい正直ね。でもこう人からね、どんなに後ろ指をさせるようが、例えばなんていうの、こういろんなもののね、あの桜レビューもいっぱいあるし、インチキなものもいっぱいあるし、あるでしょ。で、そういうのやったら信用がなくなったらね、その人と縁が、視聴者さんと縁が切れる。もうあのお金稼いでる人はそうだね、もう人なんて腐るほどこの世の中にどんどん毎日生まれてるんだからね、見る人は腐るほどいる、去りたいものは去る、お前らなんかいらないんだってね、もう お前らなんか引き止めるつもりはこれっぽっちもない、どん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 次から次と今知らない人たちがどんどんやってくるんだみたいなね、こういう形でどんどん突き進んでるのがね、分かると思うよ。それはこうやってこういう交流なんて何もないでしょう、ね、だからそういうね、こう割り切り開きな、これあれでしょこうでしょってツッコミどころ満載なものがいっぱいあるんだけれども、でも綺麗なとこだけ見せて汚いとこは隠してっていうね、これがあまりにもね、やっぱりこの世界もえげつないなっていうのが分かってくると、だんだんね気持ちがしおれてくるんだね。ほんとこう普通になんかやってると、そういうものをなしにこう成長できたらいいなって思うけど、 そこのなんていうかな、こう教習所で言ったら、だん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 とね、うん、ね、嘘をつきなさいね、嘘をつくことができる、よし、はい、ここでね、はい、じゃあ第一段階終わり、はい、次第二段階ね、ね、もうあれ平気でね、もう眉毛をピクリともしてね、で欠点のこういうところ実はねとかをね、これをね、なるべくさりげなく、ね、言わないわけじゃないけども、うまく伝えながらも欠点ではないように伝えることができる、丸とかね、こう教習所のこう項目ってあるじゃん、そこのところね、でだん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 とね、ここのところをね、言わない、悪口は言わない、暴露しないとかね、魚座にこうするとか、こういうのがこうできる、だん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 こう YouTuber の道っていうか、この汚い教習がどんどん大社会、大社会、大の中、そして路上とかね、あってね、最終試験があるみたいなね、そこの汚い最終試験を突破できたものが、免許改善でね、いっぱい稼げるみたいな、っていうのがね、もう今まで見えていなかったものがどん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 見えてくるんで、でもお金稼いでる、お金稼ぐようになると、もう交流がなくなるっていうか、人格が変わるから、みんな見てれば分かるから、ね、すっごい人格変わるよ、ほとんど変わらない人もいるんだけども、基本的に変わらない人はいるんだけども、まれだね、みんな変わるよね、そこのところ結局金かよみたいなね、でやっぱりそのこう類は友を呼ぶっていうかね、そういうもののこう集まりで、でもうしておけしておけしておけ、我々もうふふふ、お主も我々もそれでね、ふかでもまあもう芸人でも、もうしておけしておけみたいなね、こういう世界なんだね。でそういうの暴露するなよっていうね、あるんだよ、いろいろね。だね、どうしようかなっていうね、だ本当にね、こう理想通りにはいかない、世の中全部そうなんだよね。だからこのね、肌の件にしてもみんなね、理想の通りにはいかないね、なんでかっていうと、みんなそれぞれの考えがある方だね。ただマインドコントロールされてるものはそこに気がつかないといけない。で特にね、こういう美についてはいろんな要は消耗するものとか器具にしてもそうなんだけど、お金払うよね、そんだけの願望が強ければ強いほどお金をいっぱい出すんだけども、ダメだったからといってじゃあどうしてくれるんだっていうのがない世界なんで、で食べるものは食べちゃっても効かないじゃんって、ああ個人差がありますねで終わっちゃう世界だからね。だから強いんだよ、なくなっちゃうものは強いね。で機械は何個も買ってもらわないから高いね、そういうものです。だからこう痩せたい、でも食べたいね、これだったら簡単にああでしょうこうでしようって言うけども、そんな簡単に痩せるメカニズムしてないんだね、人っていうのはね。楽して痩せないね、それだけ、体に悪いもの、腕を太っちゃうような原因のものを美味しい美味しい美味しいって言いながら、うわーって言いながらね、
一杯飲んだりとかいっぱい食べたわけなんだよ。その倍以上、その逆の、要は娯楽の逆、地獄を見ないと元には戻らないよってことなんだね。で、人っていうのはどん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 、もう要は体がどん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 こうもう退化してるからね、新生期を超えたらもう27歳超えたらだんだんもうね、こうなっていくわけだから、体力も気力もどんどん落ちていくわけですね。だからそのギャップがどん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 広くなるから、おじいも今セカンドチャンネルで今日また運動やろうかなと思ってるんだけどね、本当体力っていうか気力はあるんだけど空気が吸えない、息が今ここチクチクずーっと1ヶ月ぐらいいたんだけど、息さえできれば痛いとか苦しいっていうのは耐えられる自信があるんだけど、まあ、ここで腰が弱くなってきたら こういうのが腹筋ができなくなってきたんだけど、でももう息ができないとパチパチして立ってられないんだね。だから本当ねついていけない。まだ若い頃はね、はっはっ、あー苦しいってほって言いながら息ができるから、ちょっと休んでね、さあ頑張ろうって、ああ辛かったで済むんだけど、今そういうわけに生命にかかってくるからね、息ができないっていうのがね、呼吸ができなくなるんだよね。なのでね、ほんとこのお肌もどん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 ね、しわくちゃになってきてこたるんで、おじいもね、もうここはだんだんなんか責任してるみたいなのね、よくおじいが言うのは交通安全のほら幼稚園の時にね、昔はよく婦人警官したけど、今婦人警官じゃないね、今なんて言うんだろう交通の、なんて言うんだろう婦人警官ってないよね、男女差別がなくなってから、今なんて言うの、あれかな、みんなおまわりさんかな、おお、なんて言うんだろう、交通課のおまわりさんっていうのかな。で、昔はよく自転車とか交差点とか巻き込みとか、ああいうのこう実践でね、ガーンっていうの、衝撃的なのをこう、ね、実践で見て、で、その後、交通のお姉さんがかかって持ってきてね、口パク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 、こんな感じなんだよね、こういうのね。あーと思って、このほうれい線かと見てね、この間ここたるんでくるからね、こうやってリフトアップしてるからね、おじいもね考えたんだよ、聖子ちゃんのね、聖子ちゃんここのこうつってるやつで、ピアノ線みたいな、こうやってね、あーリフトアップこれやるとだいぶ違うなーって、配信者でやるんだったら、あこれでこう全然違うなーって、うわーここリフトアップしてーってね。でももう顔がしわくちゃたるんでくるからさね、で、おじいがビリーでさ、痩せてくるさ、こうなってくるよ、こうなってくるよね、で、こうなんないけど、余った皮がね、またブルドッグになってくるんだよ、顔が痩せても、ね、運動して絞ると、最初はお尻とももからキュッとこう絞るんで、ビリーをやると、キュッとこうなってくるんだね。で横のボタン持ちは減らない、ね、で顔が絞れるのは最終手段なんで、最後なんでね、顔が絞れてる時は大体他がキュッてなってるんだけどね、お尻がちっちゃくなったのはすごい感謝だよ、ビリー頑張ったから、ね、リバウンドしない、お尻はリバウンドしないんだよ、本当すっごい嬉しいよ。でもまあちょっとつくけど、すぐにもうなんていうかな、落とすのはすごい大変なんだけども、一回苦労しちゃったらもう何年経っても維持できてるから、これはいいね。お腹はなんか食べるとすぐにポーンって戻っちゃうんだけど、お尻とももはね、このかかとでキック、うわーってやってね、絞ったの、お尻全然キュッてなってるもん、これは嬉しいよ。だからその分ね、動かないとねダメなんだよ。なんではね、楽して痩せたい、でも人間ズバラな性格だから、そこにつけ込んでいろんなものが食べるもの機会が出てくるね。で、お金と控えになる、でも結果が出ない、これがダメ、あれがダメ、これがダメだった、今までいろんなものだった、最終的に動くしかないんだよね。
これが石はお金がかからない、多分だね、動けない人は1日3回のラジオ体操を真剣にやるとかね、これが一番いいと思うよ、本当。で、おじいもビリーはもう今完走できないけども、置いてかれてもいいんだよね、とにかく1枚をやりきる、ね、前々回までは一時停止をしながらはーってやりながらできるところまでやってここまでして終わったけど、前回はもうやりたいなと思ったら一時停止で止めたけども、その後あもうここからついていけないなと思ったらそこはもうパスして休む時間にしてちょっと復活したらちょっとやっていこうっていう、このやり方をねやっていこうねってよくみんなに言ってたんだよね。それをねやるとある程度は時間を動くっていうことが大事なんだよね、だいぶでも気持ちいいよ。でしばらく1ヶ月半ぶりぐらいにやったけども、前やった時よりは持久力ついてたでしょ、ね、だからね今年やったことがほんの数回なんだけど無駄になってないんだよこれが。で一昨日やったのが、一昨日かその前かやったのが あちこち痛いのかというとそうではない、ももとかねかかとでキックやったのがちょっと効いてたけども、もう筋肉痛で痛いとかっていうわけじゃなくてちょっと疲れたかなっていうのがまだ抜けてないっていうぐらいで、苦しいとかはない。だやっぱね今でももうついていけなくなったけども、でもやればやった分だけのことはちゃんと体にね結果が出てるなっていうのが分かってるんで、あ今日もやろうかなって実はねちょっと思ってます。はい、そんなわけでね、本当に久しぶりに面白かったですね、巣の肌が綺麗すぎっていうことでね、また洗顔の動画なくなっちゃったんだよね。おじいたまにほら3インワン4インワンとかなんかこうやってひげも剃れるし鼻毛も切れるしみたいなね、紹介とかいろんなものやるときにたまに台所で、洗面所でね収録する場合があるんだけどもね、またなんか希望があれば洗顔する動画でも撮ろうか。おじいの洗顔もう需要ねえかな、本当ね。はい、そんなわけでね、朝の雑談でございました。暇つぶしになった方はね、いいねとかグッドとか押してください。最近チャンネル登録ね何も増えなくなっちゃったんで、まあよく言ったんだよね、チャンネル登録お願いしますって最近言わなくなっちゃったんでね、もしよかったらチャンネル登録してない方はねよろしくお願いいたします。以上です。またね、バイバイ。